おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は大輔君と久村さんのね、洗礼式がありまして、嬉しいですね。大輔君は8歳ですか。8歳ね、もうだいぶ前からね、洗礼受けたいって盛んに私に言ってまして、まあもう神様がね、もう以前から備えておられて、この時に、まあ最も良い時だと思いますね、彼のこれからの人生の、まあ、一番大切な決断をねすることができたということは感謝のことであります。また久村さんも今証をね聞かせていただきましたけれども、お母さんの、遺言というかね、長いそのやはり信仰の、願いがねこうして結実したということは、また私たちにとってもね大きな励ましになりますよね。まあ、自分が死んだ後でも、あるいはその自分の信仰の芽がどこかで必ず芽を出して実るんだということをですね、こう信じて祈っていくということだと思います。手紙を残しておくといいですね。死ぬ前に必ず手紙を書いて、ね、私の信仰をこういう受け継いでほしいと、受け継いでほしいというか、その自分の信仰を子どもたちに残しておくというのは重要なことだなと思いました。さて、今日もですけども、広島弁訳聖書、今日は殺されの信徒への手紙を紹介したいと思います。消えた、はい。まあ、なんで私がこの広島弁訳をやってるかというと、まあ、今年は新約聖書入門ということで、新約聖書のことについてずっとお話をしてまいりましたけども、まあ、もちろん皆さん新約聖書を、ね、お読みになったことは終わりですし、親しんでおられる方も多いと思いますけれども、やはりこの何度も読んでいると、なんていうかこう、その書いてあることを深く考えるよりも、ただこう文字だけ追ってしまうというかですね、まあ、そういうことが起こってしまうと思うんですね。で、まあ、もう一度この書いてあることについて、まあ、再認識をするということができる方法はないかなということで、まあ、広島弁訳をやったと。で、まあ、福音書の広島弁訳は、まあ、福音書は物語というか、美術がいろいろこう描かれているので、広島弁訳にすると非常に面白くてですね、爆笑に次ぐ爆笑だったと、まあ、私は思ってますけども、パウロの手紙になると、こう手紙なので広島弁に訳してもそんなに面白くはないんですね。ほとんど笑いがない。ただなんか語尾が広島弁っぽいというだけのことで、まあ、それでももうしつこく続けているわけですけども、ただただ広島弁の語尾にしてるだけじゃなくて、まあ、一応このもともと書かれたギリシャ語の原文を私も読んで、そして、できるだけ分かりやすい、理解しやすい文章に直そうということで、やっておりますので、ぜひまたお読みいただいて、このパウロの手紙の真意といいますかね、そういうものにまた気づいていただければと思います。で、コロサイの信徒への手紙ということなんですが、まあ、これコロサイというのは町の名前でありまして、この今地図を出しておりますけれども、今のトルコですね、の、まあ、中東部と言っていいでしょうか、中西部か、西の方ですかね。で、パウロが一番力を入れて宣教したエフェソっていう、今はエフェソスと言いますが、エフェソという町から約100キロぐらい内陸に入ったところに、このコロサイという町があります。で、パウロが直接そこで福音宣教したわけではありません。で、まあ、あったかもしれませんが記録にはありません。ですが、そのエフェソで宣教していた時に、前にも読みましたけれども、このパウロがそこで毎日のように語ったことが評判になって、その地域の人々が毎日のようにそこに集まってきて話を聞いたと書いてあるんですね。で、おそらくこの、コロサイの教会の礎になった、この後出てきますけど、エパフラスという人がいるんですけれども、彼もそのエフェソのパウロの宣教を聞いて信仰を持って、そして、コロサイの町で宣教して、そこに教会が生まれたというふうに考えられます。
で今はこんな感じの遺跡が、あるそうです。行ったことはないので分かりませんが、でこれおそらくこの街道でしょうかね、町の中心街ではないかと思いますけれども、ローマ時代 の, あの例の柱が今も残っているところで、交通の要衝であったようでありますけれども、でこのコロサイの手紙は、さっきちょっと言いましたけれども、エパフラスという人の宣教によって始まったということが、この本書の1章の7節にこのように書いてあります。あなた方はこの福音を私たちと共に仕えている仲間、愛するエパフラスから学びましたって書いてありますね。でエパフラスはどういう人かっていうのはどこにも記録がないので分かりませんけれども、でもそのエパフラスは宣教師であったわけでも牧師であったわけでもないんですね。いわゆるまあレイマンというか一人のクリスチャンだった。でも彼がコロサイの町に帰って、福音を伝えて、そこに教会が生まれているわけです。でこの手紙を書いた時にはパウロは自分が、牢につながれていると言っていますね。4章の18節に、私パウロが自分の手で挨拶を記します、私が囚われの身であることを心に留めてください。このコロサイとその前のエフェソとフィリピですね、さらにはフィレモンと4つの手紙はパウロが捕らえられている牢の中から書いた手紙ということで獄中書簡と呼ばれています。パウロは牢につながれて自由を奪われているんですけれども、それでもなんとか自分が宣教した教会やあるいはこのコロサイ教会のように自分は直接行ってないけれどもキリストを信じる群れができたところの教会に当てて手紙を書いているわけです。しかしここにちょっと気になることが書いてありますね。私パウロが自分の手で挨拶を記します、ということはこれ最後の文章なんですけど、それ以前はパウロが自分の手で書いていないということですね。つまり代筆をさせているということです。面倒くさかったからということではおそらくないと思うんですね。この彼が直接長い文章を書くことが困難であった、それは彼自身が自分の身にトゲがあると言ってますけれども、何らかの彼の病気やあるいは何かの痛みや あるいは障害やそういうものが彼が手紙を書くことを妨げさせていた。でも最後の最後は自分の手でこの挨拶を書いた一言書いているということがわかるわけですね。もう一つこの4章の16節にこのようにあるんですね。この手紙があなた方のところで読まれたらラオディキアの教会でも読まれるように取り計らってください。またラオディキアから回ってくる手紙をあなた方も読んでください。これパウロの手紙に共通することで今までも話してますけども、そのパウロが送った先の教会だけで読むんじゃなくて、それをどうぞ他の教会にも読ませてやってほしい、また他の教会から回ってくる手紙も読んでほしい、この手紙を回覧するということですね。それがここに記されているわけです。でこのコロサイの信徒に宛てた、コロサイの教会に宛てた手紙ですけれども、この後でもお話しますが、コロサイ教会にはですね、どうも非常にこう由々しい問題があったようです。それは何かというとですね、このキリスト教のまだ宣教が始まったばかりではあるんですけれども、その教えを歪めてしまうというか、今の言い方をすると異端ですね。この当時異端なんていう考え方はないんですけども、その本来の正しい教えとは違う、少しとか間違ったキリスト教の教えというものがこのコロサイの教会にはびこっていたというか、影響を与えていたようなんですね。でそのことを聞いて、エパフラスからでしょうけれども聞いて、そしてパウロはこの手紙を書いているわけです。でコロサイの教会にはびこっていたというか、この悪い影響を与えていた教えっていうのが、この後でもまたお話しますけれども、当時のローマ世界の考え方の中心であったギリシャ哲学っていうのがありますね。でプラトンとかアリストテレスとかっていうのが有名ですけれども、このギリシャ哲学に影響を受けたキリストの考え方っていうのがあったんです。このグノーシス主義と呼ばれてますけれども、それは何かというとですね、
ギリシャ哲学っていうのは簡単に言うと、目に見えるもの、手で触れるもの、このいわゆる今の言い方で言うとリアルなものは悪なんです。悪で汚れてるんです。リアルなものは全部ダメなんです。でも見えないものが善、見えないものは記憶、見えないものは真理だ。だからそのイデアなんて考え方があるんですね。この地上のものはその善なるものの影だというような考え方が出てきたりするわけですけれども、まあ、簡単に言うと目で見えるものは悪、見えないものが善なんです。そこで何が一番問題になるかというと、キリスト教において問題なのは、キリスト教においてイエス・キリストは目に見えない神様の目に見える形だって言ってるわけですね。そしてイエス・キリストはリアルにこの地上に歩まれ、そしてリアルに死なれ、リアルによみがえられたんだと。肉を持って歩み、肉を持って死に、肉を持ってよみがえられたんだと。でもさっきのギリシャ哲学だと、それは肉を持った瞬間に悪になっちゃうわけですね。神様、もう神様じゃないと、もうそんなものは汚れてるんだと、ダメだと。だからイエス・キリストを信じるけれども、あれはリアルじゃなかったんだ。加減論なんて言葉があるんですけど、仮に現れただけ、今で言うと言うと、まあバーチャルに近いようなですね、 3D キリストみたいな、なんかその変な言い方ですけど、あれはそう見えただけだと、そう映像としてなんか見えたけど、リアルには存在してるね。リアルに存在するとしたら、あれは悪になっちゃうから。そういうなんかちょっとね、理解に苦しむようなキリスト教が起こって、それがどうもこのコロサイ教会の人たちに影響を与えていたようなんです。でこれ今から読むと分かるんですけれども、パウロはそれに対して、イエス・キリストはバーチャルじゃない、リアルに存在した、リアルに存在したからこそ本当の救い主なんだっていうようなことを、言っています。ですからこのコロサイ書全体に、溢れているのは、イエス・キリストは誰で、イエス・キリストは何をして、そして私たちはイエス・キリストから何を学ぶべきかっていう、そのいわゆるキリスト論といいますかね、キリストについての教えがあふれております。最初の一章一節から、ちょっと今日は3箇所に分けて私はお読みしますけれども、最初の冒頭のとこから2章7節までがこのキリストにある挨拶、最初挨拶がありまして、そしてイエス・キリストは、まあ、イエス・キリストを御子と呼んでますけど、その父なる神に対する子として、御子イエス・キリストは創造主であると、万物の長であって創造主であるということを歌い上げて、そして自分は今キリストと共に、キリストのゆえに今苦しみを味わっているけれども、それも大いなる喜びだっていうようなことを、幸いだというようなことを一章の一節から二章七節で語っています。それでまあお手元にあると思うんですけど、この私が訳しましたコロサイの信徒への手紙、広島弁訳をですね、お読みしたいと思います。第1章、神様のご意志によってキリストイエス様の使徒としてもろうたパウロと、主にある兄弟テモテから、コロサイにいる聖なる門らキリスト様に包まれとる忠実な兄弟らへ、あしらの父上である神様からの恵みと平安があんたらにあるように、あしらはいつもあんたらのために祈り、あしらの主イエスキリスト様の父上である神様に感謝しよる。あんたらがキリストイエス様への信仰と、すべての聖徒らに対して持っとる愛について聞いたけじゃ。あんたらは福音という真理の言葉を通して与えられた希望を天に蓄えとる。あんたらに伝えられたこの福音は世界中至るところに伝えられ、神様の恵みを聞いて真に悟った者らが実を結んで成長しよる。あんたらはこの福音をわしらと共に主に仕えとる仲間、愛するエパフラスから学んだ。あんにはあんたらのためにキリスト様に忠実に仕え、また聖霊によるあんたらの愛をわしに知らせてくれた。ほいじゃけわしらはあんたらからの知らせを聞いてから、いついきあんたらのために祈り、いついきって知らないですかね、あんまり使えません、絶えずという、ね、僕もこれやっててふっと思い出したんです。あ、そういえばいついきっていう言葉があったなと思って、知らない、
広島弁講座みたいなもんですよね。いつ行きあんたらのために、祈り願いよる。この後パウロの祈りですね。どうか聖霊による知恵と理解力によって神様のご意思をはっきり悟り、あらゆる点で主に喜ばれるよう主に従って歩み、あらゆる良い技を行って実を結び、ますます神様を深く知ることができるように、おいで神様の栄光の力によって、またあらゆる権能によって強められ、どんな状況下でも耐え忍ぶことができるように、光の子である生徒たちの相続にあんたらを預からせてくれんさった父なる神様に喜びあふれて感謝しんさい。父はわしらを闇の力から救い出し、その愛する御子の支配下に移してくれんさった。わしらはこの御子によってあがない、つまり罪の許しをもろうとる。御子は目に見えん神様の見えるお姿であり、すべての門が創造される前からおられた方じゃ。天にある門も地にある門も、見える門も見えん門も、王座も主権も支配も権威も、万物は御子によって創造された。つまり万物は御子によって御子のために創造されたんじゃ。御子はすべての門より先におられ、すべての門は御子によって存在させられとる。ほいで御子はその体である教会の頭じゃ。御子は第一号、死者の中から最初によみがえられた方じゃ。子がえにして御子はすべてのことにおける第一のお方となられたんじゃ。神様はご意志のままに御子のうちに満ちあふれる豊かさを宿らせ、その十字架の血により平和を作り、地にある門も天にある門も万物をただ御子によってご自分と和解させられたんじゃ。あんたらはかつては神様から離れ、悪しき行いをし、心の中で神様に敵対しとった。ほいじゃが今や神様は御子の肉体を用いて、その死によってあんたらと和解し、ご自分の前に聖なる傷のない咎めるところのないもんとしてくれんさった。ほいじゃけフラフラせんと、しっかり信仰にとどまって、あんたらが聞いた福音の希望から離れちゃいけん。この福音は世界中至るところで人々に述べ伝えられ、わしはその福音に仕えるもんとされたんじゃ。わしはあんたらのために苦しむも喜んどるし、キリスト様の体である教会のためにキリスト様の苦しみに預からしてもろうとる。神様は御言葉をあんたらに余すところなく実現させるために、わしを教会に仕えるもんとしてくれんさった。世の初めから世々にわたって隠されとった奥義が、今神様の生徒たちに明らかにされたんじゃ。この奥義が特に異邦人にとってどんだけ栄光に輝いたもんであるか、神様はあんたらに知らせようとされた。その奥義とは、あんたらのうちにおられる栄光の希望であるキリスト様のことじゃ。このキリスト様をわしらは述べ伝え、すべてのもんがキリスト様に包まれて完全とされるように、知恵の限りを尽くして励まし教え続けとる。このためにわしは労苦し、わしのうちに力強く働いてくれんさるキリスト様の力によって奮闘しとる。もうちょっと見ます。わしがあんたらとラオデキアにおるもんらのために、ほいでまだ直接顔を合わせたことのないすべてのもんらのために、どんだけ頑張って戦いよるか分かってくれんさい。わしの願いはの、あんたらが励まされて愛の絆で結ばれ、理解力がしっかり備わって、神様の奥義であるキリスト様についてきちんと知ることができるようになることじゃ。知恵と知識の宝はキリスト様のうちに皆隠されとる。わしがこう言うはの、あんたらが巧みな言葉に騙されんようにするためじゃ。わしは物理的には離れとるが、霊的にはあんたらと一緒におって、あんたらがキリスト様にきちんとまたしっかり信じとるのを見て喜んどる。そこまでですね。そのキリストは見えない神の見える形であって、その死によって罪を許し、神との和解をさせてくださったということを訴えています。で、今読んだ最後のあたりに、
あんたらが巧みな言葉に騙されんようにするためじゃと言ってますけれども、この巧みな言葉っていうのが先ほどちょっとお話をしたコロサイ教会にはびこっていた、グノーシス主義の教え、まあもちろんそれだけではないんですけれども、それ以外にもたくさん、まあ、いろいろあった間違った教えのことであります。で、まあ、グノーシス主義についてこの2章の8節に、人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい、まあ、これ哲学ということは本当に出てくるんですね。パウロはもちろん学士、一人の学者として当時のそのローマ世界の人々の考え方や哲学や思想やそういうこともよく分かっていて、そしてそれがこの本来の福音をねじ曲げて、コロサイの教会の人たちに悪い影響を与えているということも理解しておりまして、そのことについて述べているわけです。で、2章の9節に、キリストのうちには満ちあふれる神性が余すところなく見える形を取って宿っておりって言ってます。ここなんですね。見える形を取って宿ったんだと。グノーシスはキリストは存在しなかったんだって言ってるけど、そうじゃないんだと。見える形を取って、また満ちあふれる神性がキリストのうちにあったからこそ、私たち人類のためにその身を捧げて死んでくださったんだ、私たちの身代わりとなってくださったのは満ちあふれる神の神性、神の豊かさ、神の愛があふれていたからなんだ、だから十字架に向かわれたんだということを言ってるわけですね。また、その他にもですね、ユダヤ主義であるとか、あるいは天使礼拝とか、苦行禁欲を目指すものであったりとか、難行苦行をこの訴えている教えであったり、なんかいろいろあったみたいなんですね。それが今から読むところに出てまいります。続きを読みましょう。あんたらは主キリストイエス様を受け入れたんじゃけ、キリスト様の内を歩みなさい。キリスト様に根ざして立て上げられ、信仰を教えられた通りしっかり守って、感謝にあふれるもんになりなさい。人間が考え出した空っぽの哲学に騙されちゃいけんで、あれはのこの世の幼稚な教えで、キリスト様に従うもんじゃない。よう聞いときなさい。キリスト様には神としての満ちあふれる豊かさが見える形となって宿っとる。あんたらは万物の支配と権威の長であるキリスト様にあって豊かにされとるんじゃ。あんたらはキリスト様にあって人の手によらん割礼、つまりキリスト様による割礼を受けて、肉の体を脱ぎ捨て洗礼によってキリスト様と共に葬られ、またキリスト様を死者の中からよみがえらせた神様の力を信じて、キリストと共にキリスト様と共によみがえらされたんじゃ。バプテスマの話ですね。この初代教会の時からやってるわけですけども、キリストと共に死に、キリストと共によみがえった。あんたらは肉の割礼もなく、つまりユダヤ人ではなく在家の中に死んどったんじゃが、神様はキリスト様と共に生かしてくれんさった。神様はわしらの一切の罪を許された。わしらにとって絶対的な不利であった罪の債務証書を十字架に釘付けにして無効にされたんじゃ。ほいで全ての支配と権威の武装を解除し、キリスト様の勝利の行列に従えて晒し門に審査った。ほいじゃけあんたらは食べ物や飲み物のこと、祭りや新月の祝い、安息日のことなんかにこだわり、非難されんように審査。これはおそらくそのユダヤ教的なキリスト教のことでしょう。これらのことは来たるべきものの影に過ぎん。実態はキリスト様にある。あんたらは見せかけの謙遜と天使礼拝に溺れとる連中から文句をつけられんようにしなさい。天使礼拝っていうのがこの頃からあったんですね。アンニラは幻を見たことを誇り、肉の思いによっていたずらに思い上がっとるだけで、頭であるキリスト様にしっかり結びついとらん。この頭の働きがあるけ、体全体は関節と筋肉によって組織され、結び合わされ、神様によって育てられて成長していくんじゃ。あんたらはキリスト様と共に死んで、この世を支配しとる霊との関わりを断ち切ったのに、なんでまだこの世に属しとるもんのようにすがるな、味わうな、触れるな。これはそのグノーシス主義の禁欲派の決まり文句だったようですけれども、などという戒律に縛られとるんだ。子飼いな
門は人間の作り出した吹けば飛ぶような戒律や教えに過ぎん。アンニラのやっとることは自分勝手な礼拝、見せかけの謙遜、無意味な苦行に過ぎず、賢そうに見えても実は何の効き目もなく、結局は肉の欲望を満足させる取るに過ぎん。まあ、というように、あのこのコロサイ教会に、はびこっていた悪い教えを、まあ、かっ破しているわけですね。そしてその上で最後に、キリスト者として生きる正しい生き方とはどういうことかということを3章の1節から4章の6節で言っているんですけれども、その中の特徴的なこととしては、例えば3章の2節に、上にあるものに心を留め、地上のものに心を惹かれないようにしなさい。私たちは地上のものに心を惹かれてしまう。この地上の成功であり、豊かさであり、安心であり、平和であり、でもそれらは地上のもの。先週も政治と神の話をしましたけれども、まあ、もちろんこの地上に生きている間、地上の関心を全く持たないというわけにはいきませんけれども、しかし私たちにとって一番大切なことはこの地上ではなくて、まさにあちらの天の、まあ、福祉であり、福利であり、幸いであり、真理なわけですね。天がにおいてそれは喜ばれることなのかどうなのか、神様が喜んでくださるかどうなのかということを求めて生きていきなさいと言っています。さらに3章の10節に、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。作り主、神様である作り主の姿に習うものになりなさい。そのために私たちは救われたんだと。その神様が私たちを救ってくださった、それは、神が願われる品性を身につけるためだと。そういうことが中盤に出てまいります。そして、キリスト者としてふさわしく生きるために、それぞれの役割をふさわしく果たしなさい。妻として、夫として、親として、子供として、主人としてっていうのが、最後の方に出てまいりますので、3章の1節から読みたいと思います。そういうことじゃけ、あんたらはキリスト様と共によみがえらされたんじゃけ、上にあるもんを求めんさい。キリストと共に一回死んでよみがえったんだから、もうこの地上においては死んだんだというぐらいの思いで、よみがえったものとして上にあるものを求めなさい。そこにはキリスト様が神様の右の座についておられる。上にあるもんに思いを馳せ、地上のもんに心を奪われんように。あんたらは死んだんじゃ、ここでも言ってるんですよ。あんたら死んだんじゃって、あんたらの命はキリスト様と一緒に神様のうちに保たれてる。あんたらの命であるキリスト様が顕現されるときに、あんたらもキリスト様と共に栄光に包まれる。ほいじゃけ、地上的なもん、つまり不貧困、汚れ、情欲および貪欲なんかを捨ててしまいんさい。貪欲は物に対する偶像礼拝じゃ。誇大なことをするけ、神様の怒りが下るんじゃ。あんたらも以前はそういう思いに縛られて歩んどった。今はそれらのすべてを捨てると同時に、怒り、憤り、悪意、皮肉など口から出る汚いもんをみんな捨て去りんさい。お互いに嘘をついちゃいけん。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて誠の知識に到達するんじゃ。そこには母ギリシャ人とユダヤ人、割礼を受けた者と受け取らん者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由人なんかの区別はない。キリスト様が全てのであり、全ての者のうちにおられる系じゃ。あんたらは神様に選ばれ、聖なる者とされ、大切にされとるんじゃけ。憐れみの心、慈愛、謙遜、優しさ、寛容を身につけんさい。ここがそのキリスト者としての品性を身につけろと言ってるんですね。お互いに忍耐し合い、文句を言いたいことがあっても許し合いんさい。主があんたらを許してくれんさったように、あんたらもそうしんさい。ほいで、これらすべての上に愛を身につけんさい。愛はあらゆることを完成させる絆じゃ。またキリスト様の平和を
平和があんたらの心をいつも支配するようにしんさい。そのためにあんたらは招かれて一つの体とされたんじゃ。感謝が絶えんように、キリスト様の言葉をあんたらのうちに豊かに宿らせんさい。知恵の限りを尽くして互いに教え、互いに戒め、詩編と賛美歌とワーシップソングを用いて、もちろんワーシップソングというのは言語にはないんですけども、まあおそらくそういう意味だろうという、ここはこの同じ表現がエペソ書とここにあるんですね。感謝を込めて心から神様を褒めたたえさい。これで話をするにも行うにも全てを主イエス様の名によってなし、イエス様によって父なる神様に感謝しんさい。妻たちよ、主にあるもんとして夫に仕えんさい。夫たちよ、妻を大切にしんさい。スローを当たっちゃいけん。子供たちよ、全てのことについて両親に従いんさい。それは主が喜ばれることじゃ。親たちよ、子供を苛立たせちゃいけん。いじけさせんためじゃ。しもべたちよ、どんなことでも主人に従いんさい。上辺だけじゃのうて主を恐れるつもりで真心から従いんさい。主人たちよ、しもべを正しく公平に扱いんさい。あんたらの天の主人がなさってのように。何をするにも人に対してではなく主に対する気持ちで心から行いんさい。あんたらはあんたらがお仕えしとる主からいずれ報いを受けることを知っとる。不義を行う者は不義の報いを受ける。主はエコひいきをされん。目を覚まし感謝を込めてひたすら祈り続けんさい。わしらのために祈ってくれんさい。神様が門を開いてわしらがキリスト様の奥義を伝えることができるように。そのせいで今は牢につながれとる。わしが語るべきことを明確に語ることができるように、時間を無駄にせず外部の人たちに対して知恵のある対応をしんさい。いつでも滋味あふれる言葉を選びんさい。そうすりゃ時期にかなった答えができるじゃろう。以上ですね。まあ、この後個人的な挨拶文がありますけれども、これがほぼこれ最初の全文であります。まあ、最初に言いましたけれども、このコロサイ書で最もパウロが言いたいこと、一番、言いたかったことはイエス・キリストが誰であるか、そしてイエス・キリストは何をなさったのかということです。キリストは神であり創造主であられた方だ。万物は御子によって創造された。創造主であった方が被造物である私たち人間を贖うために、被造物である私たち人間を許すために人となられた。ですから当然そのキリストには目に見えない神の形が目に見える形で現れていたんだ。そしてわしらはこの御子によって贖い、つまり罪の許しをもろうと。本来ならば裁かれるべきは私たち人間ですけれども、神様ご自身が、まあ、自らを裁いたんですね。神自らが罪の裁きを受けられたという、非常に不思議な、まさに、まあ、奥義だと思いますけれども、それがキリストの十字架であります。神様はわしらの一切の罪を許された。わしらにとって絶対的に不利であった罪の債務証書を十字架に釘付けにして無効にされたんだと。十字架の様、キリストが貼り付けにされたあの十字架の姿は、私たちの罪の負債、神様に対して負っている罪の負債が全部あそこで払われたという、その債務証書があそこに釘付けにされているわけですね。キリストの十字架によって私たちはそれが確かであるということを知ったんだと。だからイエス・キリストがバーチャルでやっちゃダメなんですね。そう見えただけでは私たちの罪の贖いは完成しないわけです。だからあの瞬間にだけ神様は人となられて、あのわずかな期間だけはこの地を歩み、でも確かに十字架について死んでくださった。私たちはそのことを知っているから私たちの罪は許されたんだということを確信して、神様との間に平和が作られたということを確信して喜ぶことができる。もしあれがなければ、本当に私は許されてるんだろうか、本当に神様との平和はあるんだろうか、本当に私は神様に裁かれないんだろうかという恐れと疑心暗鬼に苛まれなければならなかったと思いますが、もうその必要はない。安心して神の子として堂々と歩みなさいと
パウロは言っております。お祈りいたしましょう。天の父様、今日はコロサイの信徒への手紙を短い時間でありましたけれども紹介し、また皆さんと共に読み味わうことができてありがとうございます。私たちの作り主であった方が私たちと同じこの肉体を取り、そして私たちの身代わりとして死んでくださった、そのことは揺るがない事実である。だからこそ私たちは今完全に許されているんだ。私たちの祈りは神に届いているんだ。私たちは神に愛されているんだ。そのことを教会は2000年間変わることなく信じ伝え続けております。神様、ありがとうございます。私たちは何の恐れも抱く必要がなく、疑念を抱く必要もなく、あなたに祈り、また全てのことを感謝することができます。全てのことを喜ぶことができます。それは私たちの罪の債務証書が十字架に釘付けられているからであります。どうぞこの偉大なる奥義が私たち一人一人の中で確かなものとされるように、またどうぞ一人でも多くの方にそのことが伝えられ、神との和解を得ることができるように心からお願いをいたします。この礼拝の時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。